おはじきとは、玩具の一種。ガラスでできた平たい玉が一般的となっており、遊戯用、学習用に用いることができる。直径は12ミリメートル程度。ガラス玉では、透明色のものや小さい模様の入ったもの、さらに大きさにも代償あり、種類は多い。おはじき遊びは、奈良時代に中国から伝わったとされ、平安時代には、宮中でも遊ばれていたという。 遊具としては、古くは、小石や貝殻、また好みなどが利用された。ガラス製のおはじきが普及したのは、明治時代の後期に入ってからのことで、江戸時代においては、キサゴと呼ばれる巻き貝などが使われ、男児が行うメンコなどの攻撃的な遊びと違い、静かな女児の遊びとされた。第二次世界大戦以後、プラスチック製のおはじきも登場し、ままごとや、 算数の学習用などにも使用されている。ソーダガラスによるおはじきの例字分のおはじきを一つずつ相手のおはじきへはじき当てる方法が一般的。はじき当てた場合、その当てたおはじきは自分のものとなり最終的に手に入れたおはじきの数を競い合う。また、任意で決めた区画内へおはじきをはじいて入れたり、 またその逆に区画外へ弾き出したりして遊ぶ場合もある。文くぐり、おはじきとおはじきの間を通す遊び遊び方は地方によってオリジナリティがあり、同じような遊び方であっても弾いた時に起こることのルールが少しずつ違うことも多い。おはじきから言葉んく。ありがとうございます。